皆さんこんばんは、せなくまです。今日はおいでよ動物の森で遊んでいきたいと思います。ちょっともう私の青春が詰まっているこのソフトなんですけれども、今から楽しんでいきたいと思います。おいでよ動物の森スタート。ポチッ。もうやばい、ここだけでやばい。うわー、待って、テンションが上がる。始めるね。おはようございます、遊びに来たんですね。うわー、やばい、始めていきます。来た。なあお客さん、今って2022年7月2日午前11時41分で合ってっか。合ってるよ、大丈夫大丈夫。だったらいいだ、この時よくおかしくなるもんだからよ。そうか、この雨も随分と長いこと降ってるだな。なんかちょっと方言っぽく読もうと思ったけど全然できない、大丈夫かな。そうだね、なんか結構天気悪そうだもんね。せっかくの遠出だってのにうまくいかねえもんだべ。そういやお客さん、名前はなんてんだ。うーん、せなくまか。なくまって名前気に入ってるだか。気に入ってるよ、めちゃめちゃ可愛い名前でしょ。あ、俺も気に入ったなよ。おなごにはぴったりのめんこい名前だな、せなくまちゃんか。出れちゃいます。ところで恥ずかしながらど忘れしちまったんだが、これから行くのってどこだったっけ。え、ジョークだべ、ジョーク。ポテト村だったよな。そうだよ、忘れないで。それにしてもそんな若いってのにポテト村とはな。それなりに味はあるけどよ、あそこはなかなか偏僻な土地だぞ。行ってポテト村のどこがそんなに気になったんだ。難しい。海、役場、お店、関所、博物。今島にはないから関所ってめっちゃさ興味深いよね。そうかそうか、おなごってやっぱそういうとこ好きだよな。そうかな、あの中だったら大体海とか選びそうだけどね、女の子は。まあいいや、そろそろ目的地のポテト村に着くなよ。絶対今のおかしい。やった、着くって。それじゃせなくまちゃん、残り惜しいけど、いやほらさよならは言わねえ。ああ、ちょうど雨も上がり始めたみたいだべ。うわー、待って。さーて、ようやく着いただよ。ここがせなくまっぺがマドナに変わる村、ポテト村だべ。詳しいことはそこの関所で自分で聞いてくんろ。そんじゃ元気でな、せなくまちゃん。ありがとうカッペ、またね。タクシーを運転するカッペってなんか違和感だな。うわー、やばい、ちょっと待って。音楽最高。こちらはポテト村の役場でございます。ところで今日はどうされたんですか。引っ越してきました。ああ、あなたがせなくまさんですね。はじめまして、私はここの窓口をしているペリコと申します。せなくまさんのことは棚吉さんからちゃんと伺ってますよ。新しくこの村に住む人のために住み心地のいいお家を用意してあげたって。棚吉さん最近ご機嫌でしたもの。嬉しい、なんか優しいじゃん棚吉。さて、いろんな人のお家が建てるポテト村ですけど、あなたのお家はこちらになります。おお、待って、もう住民さんが見えちゃった。せなくま、スパーク、ケンタ、ペチカだって。なんかすごい新鮮。まだ島で一回も一緒に住んだことないからさ、しかもスパークさんいる、嬉しい。オープニングのメリアスちゃんは違かったんだね。関係ないんだね、実際引っ越してくるまでわからないって感じなんだね。なるほど、じゃあ役場の左だからこっち。うわー、やばい、ピンクのお家だよみんな、やばい。ちょっと入ろうかね。ただいま、ここが私のお家か。うわー、2階はあれか、セーブするお部屋だったっけな。だよね。待って、この音楽懐かしいんだけど。うわぁ、ほんとにエモーショナルな気持ちになる。じゃあちょっと、お家の場所は一旦確認ができたから、外に出てみようかな。ね、家ちっちゃいよね。これはロマンが詰まってる。
どうしたらいいんだろう。あ、ちょっとちょっと、そこの人、うわ、たぬきちあなたがこのお嬢を注文してくれた背中間さんだもんね。ふう、間に合ってよかっただもん。どう、結構住みやすそうなお家でしょ。まあまあまあ、そうだね。うん、住んでるうちに慣れてくるから大丈夫大丈夫。僕はこの村でお店をやっているたぬきちって言うんだもん。お店の他にもお家を建てたり改築したりいろいろとやってるんだなもん。とりあえず注文したお家は建てといたし、お金を払ってね。ん、しょっぱなから早ない。そしたらこのお家は背中間さんのものだなもん。まあね、確かにね、勝手にお金は払わずにってわけにいかないもんね。で、肝心のお家の代金なんだけど、全部で19,800ベルになるんだもん。高ない？高ない？いや、高すぎるよ。あはははは、そんな心配することないって。いっぺんに払えとは言わないだもん。屋根裏部屋のベッドに横になればその日の結果を記録することができるし、少しずつ村の役場から振り込んでくれればそれでいいだなもん。もう泣きそう。平気平気、お金儲けのことなら僕が教えてあげるから。ただここでいろいろ説明するのもいいんだけど、習うより慣れろが僕のモットー。うちのお店でしばらくアルバイトするのがいいと思うんだなも。まあそうね、お金も稼げるし、生活のいろはもわかるし、一石二鳥でしょ。うん、そうしようそうしよう。やべ、返事してないんだけど返事してないけど勝手にアルバイトするみたいになっちゃってる。それじゃあ後でお店の方に来てほしいだなも。お店の場所がわからなければ地図を見ればいいからね。じゃあ僕は先に行ってお店で待ってるから、早く来てちょうだいだなも。スパーク、待って、これ話しかけずにはいられないんだけど、ちょっと話しかけていいかな。やばい、こんにちは。おいおい、朝っぱらからでかい声出すなよ。あ、ごめん、確かにめっちゃ大きい声で喋ってたかも。ごめんね。ん？なんだおめえ、知らねえ顔だな、ピカ。俺はスパークってもんだ。趣味は、そうさな、お散歩ってとこか。かわいい、かわいいよ。まあ、一つよろしく頼むよ、ピカ。めっちゃ可愛いんだけど。へえ、嬉しい。ちょっともう一回話そうかな。ん？背中間がピカ。それでよ、俺になんか用でもあるのか、ピカ。なんか聞かせて。俺よ、この村の危ねえやつを取り締まるのに用心棒してるんだが、さっきのたぬきちさんは大丈夫？さっきのたぬきちさん結構強制的なアルバイト、入れられたけど、大丈夫？ちょっと身元の確認をさせてもらえねえか、ピカ。あ、私？まさかの私？いいよ。本名は背中だな。住民票はふむふむ、出してやると。よし、あとは生年月日を聞かせてもらおうか、ピカ。あ、そういうこと、ここねか。なるほど、私はですね、背中の誕生日は12月よ。あ、ちょ、待って、間違えた。12月5日の生まれか、するってえと、いてたぞな。ちょ、間違えた、本当に間違えた。本当に間違えた。オッケー。12月4日の生まれか、するってえと、いてたぞだな。あ、待って、なんかさ、カッペン引きずってるんだけど、私、大丈夫かな。ちょ、カッペン引きずっちゃってる。12月4日、いてたぞ、OK。合ってる。ふん、そうか、ピカ。どうやらおめえ指名手配とかはされてねえらしいな。すんでゃねえ、別に悪いことしてないからね。いいだろう、どこへなりとも行っちまってくれ、ピカ。なんか冷たいな。で、たぬきちはどこ行った？あ、ここじゃない、ここ。かわいい。おじゃまんぼう、たぬきちさん、やってきたよ。おやおや、ようやく来ただなもね。まっちょくたびれたんだもん。それじゃまずはこの作業着に着替えるんだもん。言うなればアルバイトの子の制服ってやつだなもん。着替え終わったら言ってね。ここで着替えるの？あ、なんとなく操作は覚えてるかも。これをこうすればいいんだっけね。うわー、懐かしい。この服。背中間さんはポテト村に来たばっかりだけど、ポテト村の人たちに引っ越しのご挨拶はちゃんとしたんだもん。ちょっとだけ休憩時間あげるから、みんなにご挨拶してくるといいだなもん。お家を訪ねるときには、ちゃんとノックしてから入るようにね。あ、村長さんにもご挨拶するの忘れちゃダメだもん。
役場のあたりでお散歩してるはずだから探してみてほしいだもん。それじゃあ行ってらっしゃい。なるほど、これが休憩時間か。オッケーオッケー。ケンタのお家どこだろう。あ、あった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 。かわいい。なんかすごいメルヘンじゃない。お邪魔しまーす。お、おしゃれなお家住んでるじゃん。ケンタ、はじめまして。ダコケ、オイラは服集めが趣味のケンタ。そうなんだ。面白い。これ多分今言わないよね、服集めが趣味とか。へえ、そうなんだ。お前はスナクマっていうのか、ダコケ。よーし、今度一緒に服集めで競争だ、ダコケ。服集め、へえ、そうなんだ。私も負けないよ、服集めなら。へえ、服集めが趣味なんだって。ケケカントリーね。ちょっとケンタもう一回喋りかけよう。おーす、ダコケ。ところで今日はどうしたんだ、ダコケ。ちょっと暇つぶし。なあ、スナクマン、お前漢字って好きか？なんか漢字に対して好きとか嫌いとかあんまり思ったことがないんだけど。好きか苦手かで言うと苦手だね。よかった。お前が漢字バリバリだとどうしようかと思ったよ。どういうこと？ほんと、お前とは変なとこで気が合うな、ダコケ。なるほどね。あー、うん。やっぱか、あ、そういうことね。漢字でいいのかなって。あ、そういう質問だったのか。あ、漢字に。そっか、じゃあおいらも漢字使ってみるよ。友達がブルジョーだと苦労するぜ。いや、もう漢字のままでいく。さすがにひらがな読みづらいからね。お前の本心が聞けて、ますますマブダチに近づいたって感じだ。またわかんないことがあったら質問するかもだけど、その時はよろしくな。優しい、ケンタ。ありがとうね。じゃあちょっと、ペチカちゃんのとこに行ってみようかな。あ、いたー、ペチカー、かわいい。こんにちは。あ、この村は初めての人だっち。あたいはペチカ。虫捕りが趣味だよ。これからよろしくね。かわいい。まあ、一旦挨拶しとっけん。あ、村長さん、村長さん。村長のとこ行かなきゃ。この辺に。あ、いたいたー。村長、ことぶきだ。あ、お前さん何者じゃ。尊敬する人物を述べよ。わあ、覚えてるこれ。ちょっと本当はね、村長さんって言いたいんだけど、ちょっと意地悪して町長さんって言ってみていい？そうか、なんだか胸がキュンキュン痛むわい。お前さん名前は？え、ごめん、なんかごめん、もう一回選び直させられるかと思っちゃってごめん。スナクマか、いいな。じゃ、わしの名はことぶき。このポテト村の村長をしておる。とりあえずイベントがある日はわしのとこに来るといい。ここの広場でお前さんを待っておるぞ。ふえふえふえ。村長、さっきの質問もう一回。村長ってん、なんじゃ、呼んだだけか。あ、お話ししてくれないんだ。ん、なんじゃ、呼んだだけか。なるほどね、お話できないんだ。ちょっととりあえず、たぬきちさんのとこに行こうかな。頂点も可愛いな。本当にボロボロ。ボロボロ感がすごい。やっほー。休憩終わったよー。ちゃんとご挨拶してきた？早くポテト村に溶け込むためにもみんなと仲良くしないとね。さて、次は何をしてもらおうかな。それじゃあ家具の配達をお願いするんだもん。やっとお店のアルバイトらしくなってきただのも、この家具をスパックさんに届けてほしいんだもん。オッケー。途中で道草なんか食わないで、ちゃっちゃと行ってくるだもん。厳しい。それじゃ届けてきたら声をかけてね。結構厳しいね。鬼店長だ。あ、いたいたいた、スパーク、お届け物でーす。お、セナクマか。それでよ、俺になんか用でもあるのか、ピカ。お届け物でーす。今、お届け物でーすの下に語ってほしいってあったよね。めっちゃ気になるんだけど。これを渡す。あん？なんでセナクマが家具の配達なんかしてるんで？ピカ。やっぱスパークもそう思う？思うよね。今ね、アルバイトしてんだ。へ、そうかい。タヌキチのパシリってわけかよ。こいつはお笑い草だぜ。なんかひどくない？なんかひどくない？スパーク。なんか心配とかじゃなくてすごい笑われてる今。まあ金を払えねえなら働いて返すしかねえわな。ほんと何も言えません。払い終わるまでせいぜいこぎ使われるこった。ピカ。スパーク、厳しめとは言うものの、せっかく引っ越してきたんだ。ちった、助けてやるか。優しい。
よし、このクッキングヒーターをくれてやるぜ、ピカ。なに、クッキングヒーター、ありがとう。へ、いいのさ、おめえとはこれから長い付き合いになるんだからな。ありがとう。それで思う存分家具の使い方でも練習しやがれ。自分の家に帰ったら試してみるといいぜ、ピカ。優しい、スパーク、ありがとう。お待たせしました。お届けしてきました。お帰りお帰り。ちゃんと配達できたんだもん。ご苦労様でした。しなくまさん、のんびり屋さんに見えるけど意外とやるじゃないの。それじゃすぐ次のお仕事に取り掛かってもらうだもん。休憩じゃないの？さて、お次は絨毯を配達するんだもん。のんびりしてちゃダメダメなんだもん。この絨毯をピチカさんに届けるんだもん。オッケー。結構みんな通販しとるよね。僕が見てないからってあっちこっち寄り道してぺちゃくちゃおしゃべりしてちゃダメだもよ。怖いよー、怖いよ。それじゃ配達するなら教えてね。怖いです、もう圧が怖いんですぐに届けに行きます。はい、ぺちかお待たせ。あ、せなくまちゃんだっち、お届けだよ。絨毯頼んどったよね、ぺちかさん。へ、お待たせしました。やっと来た。本当は昨日届く予定だったのに。そうなんだ。そうなんだね。でも新人マイトの背中まちゃんじゃしょうがないか。いや、私昨日いなかったからね、許して。新しい絨毯もゲットしたし、古いのはいらないから、このヨーロピアンな床あんたにあげるようになっち。優しい、ありがとう。いいの？これで理想のお部屋に一歩近づいたかな。模様替えのコツはたぬきちゃんのお店に毎日通って、欲しいものが見つかったら思い切って買っちゃうこと。ま、バイト中のあんたには関係ない話だけどさ。そうね、まずは家を買うところからだもんね。はい、もうこれ最速スピードで届けてきたよ。どうだ、おかえりおかえり、ご苦労様でした。働きっぷりがだいぶ板についてきたんだもん。この調子でどんどん僕のために働いてほしいだな。ドストレート。さてさて、次のお仕事は、そうそう、思い出した。村の役場の近くに掲示板があるんだけど知ってる？その掲示板にお店の宣伝を書いてきてほしいんだもん。え？そんなに深く考えなくても、文面は何でもいいんだなもん。若者受けするようなかっこいいキャッチコピーを頼むよ。かっこいいキャッチコピー。でもあの掲示板一度書いたら消せないから、あんまり恥ずかしいことは書かないでね。それじゃ待ってるだなも、帰ってきたら教えてね。なるほどね。何にしよう。お、書き込むボタン。何にしよっかな。よし、仲間さんの書き込み、晩年アルバイト募集中、優しい、タヌちゃんが待ってるよ。これでいいや。よし、キャッチコピー帰ってきたね。おかえり、ちゃんと帰ってきてくれた？うんうん、ご苦労様でした。ということは、あー、終わった終わった、止まってたお仕事全部終わっちゃった。絶対たぬきちがやるはずだったやつじゃん。一人で達成感に満ち溢れてる。やってもらうお仕事がなくなっちゃったからアルバイトおしまいだなもん。お、終わり？え、お家の代金？それはもちろんちゃんと払ってもらうだなもん。今までのアルバイトの合計1400ベルを差し引いて、ローンの残りもあと18400ベルだもん。でもここにはもうお仕事がないし、あとは自分で何とかするだもん。例えばいらないものがあるときはそれを売ってお金を稼ぐんだなもん。何か売りたいときは僕に声をかけてもらえたらなるべく高く買い取るよ。それから村の人に何か頼まれたら嫌がらずにお手伝いすると何かご褒美がもらえるかもしれないんだなもん。あ、そうそう、お家のローンを役場に行って僕の貯金の口座に振り込んでほしいだもん。個人的な貯金の口座なんだ。ってことは本当にタネキチが立て替えてくれてるんやね、ありがとね。全部払い終わったらお家の改築の相談に乗ってあげてもいいだもん。今のお家は小さいし、もっと広いお部屋に住みたいもんね。それじゃアルバイトご苦労様でした。お買い物はうちのお店をよろしくだのも。うわぁ、圧がすごかったな。あっ、たたたんたたん、懐かしい。アルバイト終わった、これで自由だ。やったね。僕の貯金口座って言ってたよね。皆さん、今日はフリーマーケットですよ。フリーマーケットなんや今日、嬉しい。え、フリーマーケットってなんだっけ、なんかお家で好きなもの売ってくれるみたいなやつだっけ。
あ、ペチカちゃん外にいるじゃん。こんにちは、ダチ。そういえば用があって来たんじゃないの？退屈なの。あたいの整形の立て方？ダチ。急にどうした？ペチカちゃん。整形のた、まあ確かに今ちょっとそういうお金に関してナイーブなところであるけど、気になるけど。基本的に何でもかんでもたぬきちさんに売るようにしてるけど、たまになんじゃこりゃってのが高く売れたりするの。それがレア物ってやつ？タッチ。なるほどね。魚とか虫ってことか。なんじゃこりゃって可愛いな。フリーマーケット懐かしいね。ってことは、ケンタのお家にちょっと行かないといけないかもね。お邪魔しまーす。かわいい。いらっしゃいませー。マスルケンタへようこそ、タコケ。スナクマ、お前好きな家具とかあるか？あったらオイラに教えてくれよ、タコケ。あるある。多分。じゃ、その家具に激しく抱きついてアピールしてみてくれ。抱きつく。いいけ、これ、これこれ。それ、なかなかいいだろ？オイラのトレーニングには欠かせない代物なんだ。ベッドでトレーニングしとる？ダメなんだ、これは。そいつは譲れないな、ダコケ。なんていうか、オイラの体の一部なんだよ、ダコケ。これは？そいつは譲れないな、ダコケ。なんていうか、オイラのか、よし、これでさ、一旦スコップと釣り竿が手に入ったから、割と、できることに幅が広がったかな。ちょっとあれだね、釣りやろっかな。釣れるかな。あ、あ、おお、え、しょっぱなタイヤってことある？お、なんかでっかいよ。これでっかくない？ちょっと待って、でっかくない？これちょっと珍しいお魚じゃない？鈴木を釣り上げた。またお前かー。そっか。そっかそっか。どうせ鈴木だろ？どうせ鈴木なんだろ？君も。ですよね。SZK だ。開いてるかな？開いてないのかな？あ、開いてる。普通に行ける。おー！いらっしゃい。手作りファッションの店、エーブルシスターズへようこそ。わあ、ちょっとやばい、懐かしすぎる。いやー、やばいな。やっぱね、おいもりでもあさみさんはこんな感じなんだよね。ひー、かわいい。どうしようかな、なんか買う？これ何？名探偵の帽子ある。240円安い。ちょっとかぶってみよう。お、かわいい。買う。買わしていただきました。まあとりあえずこんな感じだね。エンブルシスターズも変わんないね。おきにまたどうぞ。おうちに行ってみよっか。フリーマーケットで来てくれたら面白すぎるね。別に来ないか。お、誰か来た。うなくまちゃんいる。ペチカだよ、タッチ。うわ、ペチカちゃん来た。やばい。ごめん、こんなマジで初期の部屋。ダンボール、ろうそく、ラジカセ、以上。これ、どうしたらいいの？セダクマちゃんらしい品揃えで。ごめん。あんたのご代理がひしひしと伝わってくるよ、ダッチ。本当にごめんね、気使わせて、ペチカちゃん。申し訳ない。なんか欲しい？仮にも商売だし、嫌な客でも、ニコニコしなきゃダメよ。ちょっと、それって、あたいが嫌な客ってこと？失礼しちゃう、ダッチ。全然そんなこと言ってないじゃん。あ、よかった、怒るかと思っちゃった。何が欲しいの？あ、これって最近モデルチェンジしたろうそくじゃん。ペチカタン？ペチカタン。でも、今月もギリギリなし安く売ってくんない？でもこれ私売っちゃったら部屋真っ暗だよね。売ろっか。なにこれ、100円とかだったら買ってくれるの？じゃ、一回200円で出してみていい？200ベルならなんとかなりそうかな、タッチ。嘘。
いける？よし、だったらその値段でお願いするよ。いっちゃいます。おお、でっかいベル、やったー、いい買い物した。ろうそくが200ベルってありえないよね、だって難しいライン攻めてくる。まあまあまあ、よかった、喜んでもらえて。これ、ダンボールも欲しがってる、もしかして。なんかもう、ダンボールを売るのは申し訳ないよ。さすがに。え、欲しそうだよね、これ。ダンボール欲しそうだよね。あ、これって最近モデルチェンジしたダンボールじゃん。いや、モデルチェンジとはって感じなんだけど。でも、今月もギリギリだし安く売ってくんない？いいけど、いいの？ダンボールって同じように200円とかで売れるのかな。いいけどね。高すぎー。やっぱそうなんだ。ダンボール200円は、そっか。あたいのお財布事情あんたもよく知ってるでしょ。だったらもうちょっと勉強してよ、だっち。いくらだったら買ってくれんだろう。100円ちょっと100円で攻めてみていい？ OK。どうだろう。背中まちゃん、それはちょっと足元見すぎじゃない？あたいの顔に免じてもうちょい負けてよ、だっち。いや、ちょっと10円刻みでいってみよう。10円刻み。これは？あ、高いんだ、まだ。もう、大負けだよ、ほんとに。こんな50円で、売る、まあ、いっか。オッケー、それくらいならギリギリ出せそう。じゃあ、その値段で売って、タッチ。ほんとにいいの？ダンボールいる？ほんとにいる？わかんない。でも、ペチカちゃん欲しがってるから、売るけどさ。売るけど、いいの？ダンボール、ゲットー、ダッチ。思い通りに行きすぎて、あたい怖い。なんか、怖い、そのセリフが逆に。大丈夫？これは、ラジカセに抱きついてるかな、今。ピチカさん、ラジカセに抱きついてる、これ。あ、これって、最近モデルチェ。じゃあ、ちょっと一旦家に帰って、日にちを変えてみようかな。何か起こるといいな。あ、お手紙来てる。誰からだろう。誰？スパークからだって。読んでいいかな。とりあえず背中前。7月9日は俺の誕生日らしいぜ。もしよかったら俺とこ来ないか。俺んとこ来ないかが面白すぎて。笑っちゃった。読めなかった。トゥ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 ルトゥっていうの聞こえたよね。エリコー、住民化窓口って何？あ、村メロとかできるのか。なるほどね。村メロか、ポテトの上がる音とかにできるのかな。はい、トゥルルトゥルルとか。ちょっと一回ここまでで再生してみる。これで。思いのほかそれで笑っちゃったんだけど。上がってるね。これもう一回いる？繰り返し。いや、2回でいいよね、多分。じゃあちょっとこれにするね。オッケー。はい、村メロ新しく登録し直しました。他にも何かご用はおありですか？いや、大丈夫です。はーい。ここなんか出てないかな。特に。あ、なんかある！ラッキー！グランドピアノ絶対高いじゃん。なんか本当にもう貧乏、貧乏な、今暮らしだからさ。グランドピアノとか言っちゃったけど。ソファー、そう、ソファー、そうなんだ。あ、じゃあ音高すぎる？私のやつ。これでいいんじゃない？おし。ポテト上がりました。オッケー。じゃあこれにします。いや、もう大丈夫よ。めちゃめちゃポテトやん。ちょっと聞きたいね、早く。あと、スパークのお家、あ、入れるよ。お家にお邪魔します。どんなお家なんだろう。あ、あ、違う、待って。え、ハルベルト。
いや待って、ごめん、情報量多すぎてどれから突っ込んでいいかわかんない。まずミョウミョウミョウじゃないんだよね、本当に面白すぎる。いやー、こんにちは。僕はお散歩が趣味のアルベルト。ポテト村の美味しそうな匂いに惹かれてやってきたんだよ。もうまさにじゃん。トゥルルトゥルルに惹かれてやってきたんだね。僕のことはアップルパイグルメって呼んでね、ダワニ。ちょっと待って、ちょっと待って。わからんわからん。アップルパイグルメ？いいのそれで、アップルパイグルメ。わかった。アップルパイグルメ。なんかマリオの服着てない？ M って書いてない？トゥルルトゥルルトゥルル。ちょっと、あー、スパーク外にいる。上がってんねー。よ、背中もじゃねえか。相変わらずサンドの飯より自分が好きって顔してやがるな、ピカン。ねえ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 、みんな最初の語りかけどうした？それでよ、俺になんか用でもあるのか、ピカ。おめえ暇？悪いんだけどちょっと頼まれてくれよ。ケンタのところへピューっと引っ張って。後ろいたよ、後ろ今いたよ。なんならケンタがピューっと今いたよ、後ろに。まあ、いいけど、荷物ね、届けていいけど。早くあいつの喜ぶ顔が見てえし、今から10分でできてくるよ、ピカ。いいよ。おーい。行ってくるわ。ケンタ、ケンタ。10秒。違う違う違う。ダメだ、ムラムラ聞くたびに笑っちゃう。今日も頑張るぞ、タコケ。あのね、スパークくんがこれどうぞって。どうぞ。あ、スパークから？もうお中元の季節か。お中元私合ってんの？じゃあちょっと開けてみるな。なんだろう。おお、サンセットな服か。良くも悪くもないな。面白すぎる。良くも悪くもないな。そうかそうか、着ないんだね、しかも。お前からスパークに礼を言っといてくれ。分かった。なんとかうまくやっとくよ。スパーク、良くも悪くもないってあの服。お、背中間か。それはそうと、おめえ一体何しに来たんだ。あ、もう届けてきたよ、さっきの。おうおう、お疲れさん、ピカ。で、ケンタのやつどんな調子だった？あんね、良くも悪くもないって言ってた。どっちでもないってことはまあまあってことだよね。まあまあでした。スパークの顔。まあまあだと。あーにゃろう、相変わらず正直なやつだぜ、ピカ。まあいいや、とりあえずおめえには礼をくれてやるよ。このサイフォンを受け取ってくれ。お、ありがとう。何せよご苦労だったぜ、セナクマ。また頼むわ、ピカ。かわいい。いやー、ほんと正直なやつだね。良くも悪くもって面白すぎる、ほんとに。尖りまくりですね、住民さんの言葉が。ちょっと、狸のとこに行きましょう。何が売ってるかなー。あ、網がある、網がある。木に止まってそうって思ったけど、あまり木にはいないみたいですね。おー、いるいるいる。これ、ミイロタテハだっけ？難しくない？虫取り。え、マジ？ちょっと待って、マジで言ってる？ちょっと待って。おい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 。待って。お持ちください。待って、あつ森より全然難しくない？虫取り。こんな難しかったっけ？ダメなんだ。ちょっと待って。いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。話しかけるか迷うぞ。話しかけちゃう。あ、やばい、掘っちゃった。掘っちゃった、ごめん。あたやまだまだ元気だよ、だっち。そうだ、何か用があるんだっけ？お話しよう。あんたって虫取り上手だったよね、タッチ。さっきの様子だとね、あんまり上手ではなさそうな感じだったけど。っていうか、この際そんなのどうでもよくって、ガオ、どっちが先に捕まえられるか今から勝負だよ。ガって昼間いるの？まあ、
じゃあ、サクサク行くよ、レッツゴー。怒っちゃった。ガっているの、この時。昼間にいるの、夜だけのイメージだけど、イメージなんだっけ。わあ、いい、この音楽。もう涙出そうになる、本当に。ひとまず、トタケケさんに会いに、ちょっと博物館に行きましょう。いるかな、いるかな、いるかな。いるー。いや、いい夜だね。僕の名前はトタケケ。土曜の夜はいつもここのカフェでライブをしてるんだ。君は背中まって言うんだね。よかったら一曲聴いてくれるかい。お願いします。ありがとう。僕のミュージックのタイトルを言ってくれればその曲演奏するけど、何かリクエストあるかい。ある。もう絶対これって決めてた。それじゃあ何が聞きたいんだい。もうね、これって決めてた。待って待って、よし、オッケー、わかったよ。早速演奏するから席についてくれるかい。ここでいいんだよね。それじゃあ聞いてくれ。ケケボッサ。うわー、やばい。ちょっと待って、うわー、いいわー。なんかもうエンディング感あるけども、あるけども、いいですね。本当に癒される。聞いてくれてありがとう。ケケボッサのミュージックは君の持ち物に入れておいたよ。ありがとう、トタケケ。なかなかいいミュージックだし、部屋でも聞いてほしいからね。じゃあまた聞きに来てくれよな。待ってるからさ、トタケケ。ちょっとめっちゃ良かったよ。いや、なんか久々にね、おいでよに戻ってくるとやっぱりとんでもない気持ちになる。なんかね、こうやっぱあの頃思い出して、すごいエモーショナルな気持ちになりました。おたけけさん、ありがとね。ということで、おいでよ動物の森、17年ぶりにプレイしてみた第1回の放送はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、気軽にコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。